野球好きなら絶対に見るべき野球映画5選をご紹介。まず1本目は頑張れベアーズ。弱小少年野球チームベアーズを元マイナーリーガーの清掃員モリスがひょんな事情から率いることになり、チームメイトたちと奮闘しながら勝ち抜いていく姿を描いたコメディ作品です。仕事や人生に疲れ悩んだ時に見てほしい一本となっています。続いて2本目はメジャーリーグ。弱小球団インディアンスの選手たちが一致団結リーグ優勝を目指す計3本制作された大人気映画シリーズです。見ると間違いなく元気をもらえる一本です。続いて3本目はフィールドオブドリームス。固い中で農場を営むレイはとあることをきっかけにトウモロコシ畑に野球場を作ります。すると亡くなったはずの元プロ野球選手ジョー・ジャクソンがそこに現れ、レイの人生は一変することになります。心を癒されたい方におすすめの一本です。続いて4本目はマネーボール。MLB 随一の貧乏球団であるアスレチックスを独自のマネーボール理論により改革し、上昇球団に育て上げた伝説の GM ビリー・ビーンの苦悩と栄光を描いた実話に基づく映画です。自分のビジネスを成功させたいと思う方におすすめの一本です。続いて5本目は42、世界を変えた男。史上初の黒人メジャーリーガーとなったジャッキー・ロビンソンの反省を描いたこちらも実話に基づく映画です。差別との戦いを描いた教養として見るべき一本でございます。以上になります。ぜひよろしければあなたが思う好きな野球映画をコメント欄にとお聞かせください。